ニトクリスの鏡は、古代エジプト第六王朝の女王ニトクリス、ニトケルテ、英語版、が用いたとされる鏡。アッキやグールの姿が鋳込まれた青銅製の枠にはめ込まれている。地獄めいた暗黒の世界を覗き見ることができるが、逆に鏡から出現するショゴスや他の魔物に襲われる危険がある。人類が地球を支配し始めた頃にプタトリアのゲンニメル、ナイアハイト族に崇拝されていて、やがてネフレン、カによりシベリ川下半の窓のない、暗い地下神殿に祀られ、輝くトラペゾヘドロンと並べて収められていた。しかし後に洞窟され、コウモリスクーキスの地下迷宮に秘匿され、何世紀もの間、火の目を浴びることはなかったが、その後ニトクリスの手に渡った。ニトクリスは鏡を牢内にかけて政敵をそこに幽閉したとされ、閉じ込めた翌朝には捕囚の姿が消え去っていたという。